5番手3番の高潔、ここで動いてまいりました中部勢。前では南関東勢が待ち構える中、3番車の高潔が後ろから上昇、残りは2周回。さあ4番の本田も前々勝負で一度ここは突っ張りました。高潔出させずに赤塚が5番手に切り替えました。これで高潔が6番手となっています。中段に収まって短期の2人、南関東勢が前で待って、さあ金が入って、ここでスパートは3番の高潔、後方から一気のかまし、ロングスパートとなりました。前では4番の本田もペースを上げるんですが、外を通って高潔もスピードがいい。後方から1番の佐山も切り替えるようにして3番手付近まで上がってまいりまして、さあ4番の本田と1番の佐山、3番手バッティングなんですが、ここは本田がさばききりました。逃げる高潔、番手絶好が吉村、そしてあとは1番の佐山がもう一度盛り返して4番手のアウトコースまで上がってくる。3番手から4番の本田哲也が縦に踏んでいって4コーナーを待ってきた。先頭は3番の高潔先頭で5人、2着は5番の吉村。